が終わっちゃいましたね。ついに、リトルレガシーのツアー新潟公演がちょっと前に終わった経験した私がここにいます。新潟の街に降り立ったらね、前々日まですごい雪マークたっぷりって思っていたのに、全く雪がなくてですね、おや、これは本当に私が来る予定だった新潟の街かと思って目を疑ったんですけれども、聞いたところによるとそんなに雪が積もらないんですって。いや、街ってやっぱ行ってみないと分かんないですね。そう、今日遊ぶゲームなんですが、街に関するゲームです。我々はうまくいったみたいなドヤ顔してたのがバレたの。それで笑っちゃった。ちょっとすごいうまいこと結びつけるなっていうのを感心してしまう。すいません。すいません、反射ですいません。結果、今回プレイするゲームなんですけれども、iOS、Android 用ソフト、シムシティビルドイットということで、シムシティってあのシムシティ？そうですね。パソコンとかスーパーファミコンとか、まあ、いろんなゲームに出てたシムシティがこのスマホで出た。ただですね、私シムシティブームに乗り遅れた派なんですよ。なんかやったことがない。大丈夫です、全部今頭からやろうとしていて、っていうのも頭にですね、全部いろいろチュートリアルで教えてくれるんですね。でそれでやっていきましょう。で、今井さんはこの町の新任市長がいます。おお、あの立候補してないけどいいの？選ばれました。すごーい。なんか投票なしで当選しちゃったみたいな。やったね。じゃあ行きましょう。はい。なんかピコピコしてる。はい。建設をしましょうね。建設。道路を作るのは簡単です。なぞって緑のチェックマーク。これでいいのかな？そうです。で、ピッ。あ、褒められた。しかも喋る。ねえねえ、ひょっとしてさ、よくこの手のゲームってさ、はいはい、なんか街を大きくするゲームとかってさ、昨今私もいろいろハマったりもしたけれどもさ、よくそういう時にさ、このゲームどんなゲームって紹介する時に、大体の人があのシムシティみたいな感じって説明する、はいはい、そのまさに原点ってことですね。そうですね、それの最新版です。なるほど、家も作ろう。黄色い枠の中に入れます。道路沿いじゃないと建てられない。なるほど。やった。黄色いアイコン。安全防アイコンです。センチャー。あ、これはあれですね。いわゆる時間短縮。そうですね。まあ資材、今回は資材が必要で、さらにそこから時間があったりもするんです。あ、そうか。はい、あ、52人も増えた。すごい。車がすごいちっちゃいけど通ってる。あそこ高速道路なんです。へえ。左のものは高速道路で、そこから自分たちの都市に道路を引いてきたっていう、そういうイメージです。なるほど。資材工房。これも同じく道路が。そうです。最初のうちはね。よし、くぎどこだ。マーケンサー、はい、しゅんちゃん。おお、初めのうちはガンガンいけちゃいますね。そうですね。もう1.2さあ、作ってる作ってる。ちっちゃ、すごい細かい。でもそれ、そのいわゆる臨時インをちょっとしてもらうと、拡大できる。わあ、本当だ。角度変えられるので、すごい。その人が歩いてるのが見られるんです。本当ね、よくできている。細かい、すごいね。だってこの別にここまでさ、工事現場を再現するの一瞬じゃないですか。そのためにこれだけのグラフィックを使っているという凄まじさ。これ青いなんかマークついてる。怖いって。女の子はね、良くないよね、そういうの。
今電力がない状況なので、今度それは風力か石炭か、迷わず石炭行きましたね。あ、選べたの？選べます。石炭は、あの本当だ、少ない、資材でいっぱい火力出るんですけど、公害が発生しやすい。風力だな。お、供給されますね。よし、これでさっきのお姉さんが市長のことを尊敬してくれるはずだ。右下のバッグ、トイレに行くためかい。でも褒められた。すごい、これが元祖なんですね。そうですね、だいぶ最新になってるのと違いますよね。だよね。センチャー、シムたち。シムっていうのは住人ですね。人の市民とか住人とか。パーセント快適。おお、今度は何？視察に来ませんか？行く行く。他のシティ。ちょっと今自慢されたよ。4万人もいた市民が。これすごいです。どかーい！これすごいです。ダニエル！そりゃ自慢もしたくなるよね。貿易センターご存知ですか？不足している原材料があればぜひ品物をご覧ください。生意気。うわすごい、何これ。お金で買ったりとかできるっていう。くそ悔しい、勝ちまったぜ。悔しいぞダニエルめ、いつか抜いてやる。こういうことができるよっていう日本ですよね。すごい、これなんかでも本当なんだろう、ワイキキ見た。ああ、そうですね、海岸沿いの、はい、そうそうそう、よいしょ。都市の名前何にしようかな。やっぱこれかな、ミンゴスタウンでしょ。直球ですね。でもさっきミンゴスタウンって打ったらミンゴスタウン氏ってのが出てきたけど、誰が打ったのかしら。タウン氏を。よし、ミンゴスタウン。町役場が建てられますね。興奮を抑えられません。町役、行政。町役、役場はじゃあ入り口に建てましょう。海作りたい。海あった、あります。そっか、こっからこう伸ばしていくのか。そうです。で、もう基本的にあとは自由です。なるほど。この横に2って出たのが建てられるってこと。そうですね、家の建設が増やせる。働き場がないというか、ね、で、道路はあとはもっと増やせば、道路に面して建物を増やせる感じ。なるほどね。どうするか、これは沿って。あー、なるほど。という感じでやっていくんですけど、今左上にですね 92% って出てると思うんです。うん、この青いニコちゃんマーク、市民の満足度で、うん、あんまりですね、街を広げすぎるとどうしても公害が発生したりとか、電力が届いてないよ、そういう問題が発生して、うん、ちょっと市長の人気が落ちちゃうんです。やだ、人気が落ちるのは良くない。でも、うん、市長の人気が落ちると悪評が高まるんですけど、そうすると今回ですね、このゲーム税収が落ちるんです。税収、お金も今もらってるんですけど、お金が、そのお金がだんだん手に入らなくなってきて、でどんどん悪循環を生み出します。なるほど、それは良くないね。まだ 90% 台は、まあ、全然大丈夫、いい感じですよね。あ、怒ってる。お怒りですね、これ。89、あ、どんどん落ちてる。あ、工場があると嫌なの？ち
ょっと待ってよ、どうやってずらせんのこれ。あ、ずらせる、ずらそう。怒ってるもん。本当は道路をもっと広げて、うん、ここ工業地帯ですとか、ここ住宅地ですとか、うん、やっていくと都市計画。いやー、怒られたくないよ。一度ずらしてからの、ずらせなかった。ここの無計画まずいね。結構無計画が途中で出来上がってますよ。あー、あー、怒ってる。エドワーズ怒ってる。みんなお怒りですね。どうしよう、直すよ。待ってよ、仕方ないじゃん。あの市長だってそりゃやってあげたいこととできることといろいろありますけど、できないことだってあるんです。あのすぐ怒るのやめてください。10年20年のねロングスパンで私の評価をしていただきたい。エドワーズさんお願いします。さあ、そんなこんなちょっとニッチもサッチもいかなくなりました。というわけでこれをですね、長く長くやっていくと時間かかってしまうので、なるほど、ぜひ皆さんも、はい、遊んでみてください。というわけで今回ご紹介したゲームはエレクトロニックアーツさんから配信中のシムシティビルドイットでございました。iOS、Android で出てますので遊んでみてください。